喋りすぎたし、はしゃぎすぎたし、疲れた。電車、今日もすし詰め、見るでもなく車内ずり。二人の角ではドラマチックにと、そりゃよかった。昨日泣いてこぼした彼女はきっと今頃、いつもの笑顔かむって底抜けに明るく頑張れよ。何しろ早く帰ろう、まっすぐ帰ろう。こんな日の寄り道が包んでくれる。今夜一人の方が良さそうだ。冷てビールを飲んでのんびりテレビでもめくって、ちょっとの我慢。この忌々しい電車を降りて、そういえば10年前、朝のラッシュに我慢できずに、せっかく決まった会社の書類をゴミ箱に投げ捨てて、どっかへ行っちまった。あいつは一体どうしてるだろう。もしかしたら隣の車両で黙って目をつむってるかもしれない。何しろ早く帰ろう、まっすぐ帰ろう。こんな日の寄り道が引く引き金に、何一ついいことはない。お前がいたらいいけど、今夜一人の方が良さそうだ。冷てビールを飲んでのんびりテレビでもめくって、お前がいたらいいけど、今夜一人の方が良さそうだ。